ちゃでかいよ。あ、玉手箱これじゃん。入ってみました。うま。人間ドック。しっぺ返しきますよ。はいどうも。今日はこちらは、名神高速。大阪から京都に向かってね、走っています。京都のね、ホテルに泊まるということで、大阪に住んでるとね、ほんと泊まる必要って全くないんですけども、今回は、人間ドックに行きます。私はハイメディックっていうね、リゾートトラストさんがね、やられてるメディカルクラブみたいなのがありまして、そちらでですね、年に1回、とても素敵な空間でね、人間ドックをね、していただけるというサービスがございますので、そちらに入ってまして、全国にね、まあ、エキシブと同じようにあるわけなんですけども、私は京大で受けておりますので、京大病院に行くと。行くのは明日なんですけども、注射が私、本当に嫌いなので、そういうこともあって、あんまりね、テンションが全く上がらないわけなんですけども、前回ね、行った時に、近くにですね、素敵なホテルないのかな、ということで、本当はね、リゾートトラストさんの運営なんで、ヤセリキをね、宿泊されて行かれたらどうですかっていうのが定番らしいんですけども、私としてはですね、京都って近いので逆に泊まりに行きませんので、だったらなんかないかなということで探してた時にね、前回ちょっといいのがあったんですよ。ただ最上級とかそういうのでもなく、夜10時とか11時にチェックインしますからね。まあなんでもいいやぐらいな感じで行ったにもかかわらず良かったので、これは期待してもいいんじゃないかと。ということでね、そちらの、まあ、一番いいお部屋、2泊ですね。今回はね、胃カメラをね、するんですけども、麻酔でね、眠らしてもらうパターンのやつなんです。だから車で行っちゃダメなんですよ。なので、全泊して、車を止めてですね、そこからタクシーなりで移動しまして、で、また帰ってくるという、まあ、そういうプランにしようかなと。なのでね、今回は、あえて2泊ということで、行ってまいります。高速降りましてね、もう間もなく見えてきますね。これかな？これだ。この左のやつ。はい、到着しましたよ。ホテル神田京都。じゃあ行きましょう。神田京都。京都駅から徒歩10分に位置する和モダンのデザインホテル。神田は神、そして都、京都を意味し、日本伝統の美、知恵、おもてなしが息づく都で、その心を感じていただけるようにという思いが込められています。チェックインまでね、まだ時間あるから、ここで、フリースペース。一応、売り物なんだ。まあ、当たり前か。これは何なの？ろうそく？なんか、いちいち可愛い。まあ、こんな感じで置いてます。見て見て。これ、何かなと思ったらさ、江戸時代京都伏見で生まれたお菓子って、クーリ。ほら、すごくない？墨流し。へぇ、赤、紫の、そう。なんて読むの？これはあ、もっと読めなくなっちゃった感じ。わかんないよ。レモン、あ、これでレモンか。取ってきたよ。先ほどのやつね。3粒と。これ水。ここにいっぱいあるんだけど。全部お酒。全く飲めない。これさ、どれからがいいんだろうね。すごい悩むんだけど。まあ、レモンが一番美味しそうですよ。あ、買った。え、何この食感。表現できないわ。サクサクっとしてる。グミでもない。キャンディーでもない。琥珀と砂糖の塊みたいな。これもだ。スミーク。わかんないな。砂糖の味ですね。はい、エレベーターに上がってまいりましたよ。すごい。共用部から素敵な雰囲気が出てますけども。今回はチでーす。417。じゃーん。もうこっからお部屋みたいですね。靴はもうこの辺で置いてくれって言ってました。はい、じゃあお部屋の中ね、入っていきましょう。おぉ、何やら素敵なものが見えてまいりましたよ。早速まっすぐ行ってみますか。目の前にお寺とですね、その奥には京都駅と京都タワーが見えますね。景色に目が行っちゃいますけども、こちら、畳が敷かれているところでゆっくり素敵なガチャン。お、見て見て。美味しそうな、またさ、これも多分砂糖の塊じゃないの。じゃーん。こちらは、お浴衣があったりとか、あとは、こちらに、ドリンク。今回これはね、フリーダって言ってましたよ。じゃあ、こっち行こう。ベッドルーム、大きいのが2つありますね。広いよね。っていうか、まあ、綺麗だな。やっぱりここは。ここでも、おめかし、できますよ。そして、ドアがビャーンと開きまして、なんかここドアがいっぱいあるんですよね。もう、ほら、こっちもあっちもあるじゃないですか。こっちがトイレ。こっちが、じゃーん。作業するスペース。はい。ここでちょっと引きこもったらなんかもったいない気もしますけど。そしてじゃあこっち行きますか。じゃーん。はい。
これも本日のメインディッシュじゃないですか。内風呂と外風呂2つあります。ちなみにこちらの内風呂はためるのに30分かかるらしいですよ。こちら見てください。じゃーん、めちゃでかいよこれ。わかるかなこのでかさ。こちらはためるの50分かかるって言ってました。ちょっとさすがに丸見えなんで、このリモコンでこうやると動くみたいですね。まあ私は全然ね、見られて困るものはございませんので、オープンにして、はい、どうかと思うけど案外本当に見えちゃいますね。今回はこちらでね、言っても人間ドックのために来てるだけなんで、どっかに観光行くとかっていう気分にもなれませんから、のんびり、まあ、ディナーの時間までゆっくりしたいと思います。ザ・カンナジュニアスイート、本館4階に位置する81平米の和洋室、京都の町屋をイメージした奥行きのある作りとなっており、京都タワーと東本願寺を望める坪庭には芝の木の浴槽が置かれ、京都の街を眺めながら旅の疲れも癒せます。今ねお茶を作ってますけども、さっきからこれをちょっと見てましたけどね、なんか面白いですよ。京都についていろいろ書いてるんですよね。うん、まあ、初めはなんかここのパンフレットですか。やっぱここなんかすごく綺麗ですよね。京都にほんとふさわしい感じでね。スパとかこれちょっと行かないダメですよね、これね。玉手箱。あ、玉手箱これじゃん。これ玉手箱だ。ね。風呂敷。風呂敷の包み方。京言葉ですよ。京言葉って何なのかなと思ったらね。て、め、とかで書いてますよね。しはる、みはる、きはる、いわはる。確かにこんなこと言いますよね。よろしいな。おおきに、どないしたんみたいな、こんな感じ。なんかこれ京言葉みたいですよ。確かに寺多いからね、こういう神社での振る舞い方を勉強しないといけないですよね。手を清める、お参りする。さあ、じゃあね、煎茶。美味しい。玉手箱から一つ、本日のメインディッシュはね、今からいただきますか。お、俺の好きなやつじゃん。あー、なんかこういうのガンツーで食べた記憶ありますよね。ガンツーだとさ、こうやって、こちらがガンツーの時の動画なんですけども、この時もね、同じように美味しそうなお菓子をね出していただき、ペロッと一口でいただきました。概要欄にね動画の URL も貼っておきますので、興味ある方はねぜひ見てみてください。お、一緒一緒一緒。要は砂糖です。うまい。口の中で溶ける京都を感じております。はい、じゃあね、いよいよですよ。たまりました。入りたいと思います。はい、お風呂がねたっぷり溜まっておりますので、入ってみました。京都駅丸見えでしょ。ちゃんと隠してるから大丈夫なんですけど、これ立ったら見えちゃうんですよね。今日はさっきちょっとね買ってきたやつあるんですけども、冷蔵庫の中にね京都サイダーって書いてたんで、京都サイダーを飲んでみたいと思います。あー、京都の柚子を使った甘さ控えめのクールな柚子サイダーだそうです。まあ柚子サイダーです。じゃあ今からディナー、ここの地下です。今日は食べれる。でも明日がね、昼間の2時、3時ぐらいまでは食べちゃダメ。16時間だよ。ダイエットでね。バナーロック。個室じゃんね。鉄板ってたからさ、カウンター的な感じかと思った。鉄板の前のね。すごいね。ぶどうジュース。なんかめっちゃ変な形してる。かわいいですね。ニューミン。濃厚です。季節の酒漬け3種のリブをしておりまして、ミニテクシスだったものがトウモロコシを使った新醸、隣タコのマリネに梅のエスプーマソースかけたものを用意しております。奥のガラスの器が京都牛のデリー製でございまして、中に小エビ、粒貝、オクラなどをご用意しております。上に添えている黄色い葉っぱですね、こちらがトウモロコシスプラウスというトウモロコシの種を継がさせたもので、こちらもお召し上がりいただけますので、じゃあまずこれからどうか。トウモロコシのなんかつやね、うまいわ。これこれいいね、このタコ。なんか酸っぱくて美味しい。二皿目がですね、京都牛を使ってできちゃうと、このナスの鉄板焼きを出されまして、ナスのソースが京都牛を使った肉味噌と、ウニポリスをご用意しておりまして、焼きしゃぶの上がですね、こちら、だしと、あと、組み上げ湯葉を合わせた湯葉をご用意しております。ナスとね、湯葉はね、ちょっとだけ苦手なんです。でも、もはやナスじゃないじゃん、これ。あ、もはやわかんない。上に乗ってるやつですごく味が。肉の湯葉。ああ、これもはや肉ですね。ハモの天ぷらとアワビの鉄板焼きをご用意しております。こちらのハモと鉄板の上で調理したんですが、ソースがですね、トマトと焼き浸しにした万願寺唐辛子、そこにオイスターソースと、ごま生姜などを合わせたソースご用意しておりまして、上に、ズッキーニのマリネと水菜添えてご用意しております。ハモの天ぷらを鉄板で焼く。揚げてから乗せてるってことですかね。美味しい。これがメインじゃないですか。
美味しそうですね。すごく美しい。おいしい。いやー。本日目標的な鉄板焼きご用意しておりまして、あらかじめ塩コショウをかけておりますので、よろしければそのままお召し上がりください。美味しそう。ちょっとだけ塩つけて。あ、めっちゃ柔らかい。うまっ。これはレベル高いな。おすすめのお料理はですね、京都牛に煎り酒と有機レモンのタレを合わせたローストビーフ丼を用意しておりまして、付け合わせ新生姜と麻織の漬物、そしてお出汁がカツオ出汁と紅茶を合わせたものをご用意しておりまして、そのままお茶としてもお楽しみいただけると、途中でご飯にかけていただいて、焼き続けとしても召し上がりいただけますので。すごい。確かに確かに。ここの辺いっぱい塗ってきたんですけどね。ご飯大好きなんで。美味しいけど、一気にお腹が増えてきた。もうこれぶっかけちゃいました。茶漬け的に。あ、うまい。あー、幸せ。パッションフルーツと、あとヨーグルトのアイス。周りのパッションフルーツの皮みたいなのね。ヨーグルトのアイスとパッションフルーツの中身を添えておりまして、おマンゴーに添えてご用意しております。すげえなー。みんなよく考えるよね、毎回毎回も。こういうのと本当と同じの出てこないじゃん。うん、うまっ。うん、うん、うん、全部美味しい。あー、今ね、お部屋戻ってまいりましたよ。お腹いっぱいですね。やっぱりね、あの肉はもう最強にうまかったんじゃないですか。年を重ねてくるとお肉もね、結構苦手なやつはもうすぐ一切れ食べたらね、気持ち悪くなるんですけどね。あれはなんかいくらでもいけるパターンのやつでしたね。きっちり最後デザートでもね、いい感じで締めてもらいましたし、ということでね、今日は終わり。おやすみなさい。はい、ということでね、今から人間ドックということで、あんまり気分はちょっと上がっておりませんけども、今日も前向きに頑張っていきましょう。移動してまいりましたよ、兄弟病院。なんかお散策してますけども、そろそろ見えてきます。あれ、もう全然なんか建物が違うもんね。学校とか病院っぽい雰囲気から急になんかおしゃれそうな雰囲気の、はい、メディックと書いてます。生活習慣病研究。いやー、そうですよね。中はね、さすがに取れないんですけど、検査されてきます。はい、終わりました。通常通りと言いますか、無事に終わりましたけども、結論ですね、デブなんで運動しなさいと、甘いもの控えめ、炭水化物も取りすぎないよ。要約するとそんな感じ。このまま放置すると50、60でしっぺ返しきますよと言われました。なので今日からも食生活ちょっと改めたいと思います。運動もするぞ。おはようございます。今日は朝食をつけてます。こちらが本日のご朝食になります。この中身のお料理は京都産の黒毛入りを使うすき焼きをご用意しております。この味噌汁もちょっと素敵な感じですよね。いっぱい具が入ってる。豚汁？豚汁風でちょっとだけ苦手なやつの出汁が入ってる。今や、美味しい。すき焼き本当美味しいですね。魚すき焼きですか。めっちゃ柔らかい肉だ。朝からいいですね。朝からやばいですよね、この朝食。見たまんまなんですけど、本当に美味しかったんですよね。おかげさまで朝から最高の朝食でした。はい、チェックアウトいたしました。いや、まあ良かったですね。ここはね、値段がそんな高くないんですよね。前泊まった部屋とかでも3万ぐらいだった気がするんですけど、結構綺麗でヒノキ風呂で、今回のもスイート2泊しましたけど、1泊ね10万いかないんですよ。多分6万とか7万ぐらいだった気がするんで、そんな高くなかったと思いますよ。なのでね、ここはリアルにリピートできる素敵なお宿かなと思ってます。ちょっと走らせたらもう今目の前、これ京都駅ですからね。車だと本当に5分かかんないですよ、京都駅まで。今回の旅はね、素敵な宿と人間ドックを楽しんではないけど行きましたっていう旅でございました。またあれですよ、近日中に言いたいけど言えない素敵なところにまた行きますのでね、それもまた皆さんに見ていただきたいので、チャンネル登録まだの方はねしていただきまして、高評価コメントなどなどもどしどしお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。こちらのね、みかんジュースなんですけども、まあわざわざ取る必要ないかなと思ったんですけど、開けてみたら、ちょっといい感じじゃないですか。ね。こんなに種類あるんだと思って、ちょっと感動しました。本館好きだから本館にしようかな。いただきます。うまっ！いい！以上、みかんジュースのレポートでした。